アローハハワイ大好きアワシンのハリキューマッサージアンシードです。今日は2月4日木曜日、いつもの真っ裏手前のとこに来てますよ。おとついもね、実は来たんですけどね、今日は溶けてないからまだいいけど、おとついは溶けてたんで、またトラックのしぶきを浴びて大変でしたけどね。残念ながら流氷ないですね。これ海凍ってるだけで、まあちょっと残骸あんのかもしれないですけど、この間からちょっと暖かかったからですからね。ちょっとカメラもよく何が撮れてるのかよく分かりません。口もよく回りません、寒くて。風ないからまだいいけど、知床レンズもまあうっすら見えますけどね。これちょっと今アップにするボタンもどこか見えないぐらい、今サングラスかけてきたんでよくわかんないですね。今日はあるかなと思ったんだけどな、残念ですね。凍った海です。確かにね、ちょっとうちの方からも見た時に、あっちの乗鳥岬の方見た時に見えなかったですよね。だからないかなと思ったんだけど、やっぱりなかったですね。残念。今週はね、おとついも来たし、まあ、先週の水曜日も来て、その時動画の日付を間違えましたね。あの時2月24日だった、あ、1月24日から、違う、忘れちゃった。グダグダですけど、チャンネル登録よろしくです。シャリだけはちょっと見えないけど、こっちの知床の方のレンザーの方の山は見えてますけどね。あ、アップのボタン見えた。これかな。どうですかね。写真も撮っとこう。撮れたかな。シュッと。こんな感じですね。これ残念ながら海が凍ってるだけなんですよね。ちゃんと撮れてるかもよくわかんないけど。じゃあまた戻れようだって出川か、出川と年同じです、おっさんです。出川哲郎さんの方が早生まれで年上だけど、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。おばしりのハリキューマッサージ安心堂でした。マハロー。冬の北海道頑張ってますよ。今日もここまで誰も会わなかったです、やっぱ平日の昼間は人いないですね。じゃあねー。